はい、おしゃべった方がいい、皆さんこんばんは、ギタリストの宮田光介です。今日はこのガットギターの弦交換をしてみます。ネックスタンドです。ネックスタンド見える？あ、ダダリオだ。これもダダリオで、こっちもペグワインダーとニッパーと、あとこれアコギに使うエンドピンを抜くのが3点セットになっている。これもダダリオの製品で、とネックスタンドとネックスタンドと、これなんだろう、ペグワインダー、ペグワインダー、うん、とまた拭いたりするときに使うクロス、うん、まあ、ギターの用のが高いから、まあもちろん買ってもいいし、これはコストコの洗車用のクロス。これあれやん、これめっちゃ安いよね。確かカークランド。こういう時はやっぱりこの弦を、なんとなく手で緩めて、あ、最初のね、最初の一巻きだけちょっと緩めて、あとはなんとなくいきなりなんか、なんていうか、一本だけテンションが減るのがちょっと気になってるけど、実際はどうかわからない、うん、あんま関係ないかも。あ、うん、これどこまで回すの？あ、もうなんか弦がベロベロになるまで。弦がベロベロ、うん、なんかいつも抜きやすくなるまで。アコギはね、もう結構途中で切っちゃったりするかな。あ、本当。うん。あ、なんか例えばもう早いのは、うん、ある程度緩めたら、うん、もう切っちゃう。ああ。うん。こうやって。いいのね。うん。ちょっとあのゴミがばらつくっていうだけで。はい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 。あとは全然。分別楽よね、ゴミの。そうなん？うん、だってペットボトルさ、うん、そのまま捨ててるでしょ。ペットボトルプラスチックゴミやけど、あのほら全然燃えるゴミに入れるでしょ。入れとんの？いや、黄色い袋買ってないの？あ、いやいや、うちは買ってるけど、うん、時々ゴミにして、あ、時々、うん、あんまり溜まるね、うん、そうそう。1個しかなかったらもう燃えるゴミに入っちゃうよね。あ、まあまあそうね、うん、そうね。ペットボトル汚れてたら燃えるゴミだもんね。あ、そうなんや。確かね、瓶とかもそうやったと思うよ、確か、うん、汚い、なんかもうリサイクルできそうな感じじゃないと、うん、その燃えるゴミに、あ、燃えるというか、あ、普通の不燃ゴミで捨ててよかったと思う。へえ。でも瓶とペットボトル一緒でしょ、袋。瓶とペット、あ、そう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 、これすごいよね。うん、確かに結構長野とかめんどくさかったよ。いや、だけもう塩ラーメン食べるの別とか。うん、ハイマットの嬉しい。あ、そうか、煮卵、うん、うん、あ、芝の乾燥ね。 あ、そう、これこれ、このサビとかもほら、緑臭びてくるよね。あ、そうね、サビはね、カールとか、うんうん、金属磨く、うん、だからこれ全部、うん、あのマスキングテープして、ああ、そう、ちょっとめんどくさいけど、はいはい、木が傷まないのにね。そうそうそう、
ってやると磨けるよ、結構ピカピカになる。はいはいはい、どれ行こうか。今日はこのこっちの5段にはこのブラックナイロン貼ってみます。ちょっと飲んでるせいか手が。まあ、こんな感じで引っ掛けといて、巻いていくと、なるほど。でこれの繰り返し。今弦をこう、上から通して、うん、で3本分ぐらいのところで、うん、これで下から持ってくる。下から持ってくるのは、あ、外側、ヘッド側？ヘッド側から、うん、持ってきます。持ってくる。うん、そしたらこれ外側から、外側、あ、そう、手前側からね。そうです、手前側から、うん、弦の下を通す。こうやって下を通す、うん、こっちを、うん、でこう上に引っ掛け、そうすると今さ、この弦に対してこう U 字で引っ掛かってるじゃん。うん、はいはい、そう、これであと巻いてくるだけ。あ、あ、マジで、うん、結ばんでいいと？結ばなくて大丈夫。これね、あ、ちなみにほら、このヘッドの、あ、なんていうの、差し込み口上に向けとくと、ちょっとここで豆ができてくれるから、結構抜けにくくなる。なるほど。できればこれ巻き込みたいけどな、ちょっと難しいかな。こうね、OK、2周巻いて止める。なるほど。で最後はこの反対側にするときこうすっきり、OK、で引っ張って、このナイロン弦は刺して下から持ってきて、もう一回刺しちゃうだけですね。そう、これをちょっとキュッと引っ張るともう抜けない。なるほど。なんとなくチューニングを合わせたら、引っ張ると落ち着きが、
それでするのは何か意味あるの？そんな、これただ手が痛いから。ああ、そう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 。まあナイロンはね、多分全然大丈夫だと思うけど、鉄弦とかだと、結構食い込むじゃん。そう、だからこの布を使う。あと、ね、この手汗もつきにくいから。はいはいはい。そうそう、まあ、結構全体的に。あらかじめ伸びそうなところに先にこう伸ばしとくんだね。そうそうそう。ちょっと前に出して、こう引っ張るような感じ。へえ。それでちょっと落ち着きがね早く。そうかそうか。伸びちゃうもんね、張ってる間にもね。ナイロンは特にね。あ、ナイロンはすごい。チューニング合わせといて、でなんかだんだんね、音が落ちなくなってくる、ね、うん、そしたらまあ大体落ち着いてきたかなっていう感じ。全部ちゃんとキュッと止めてるからね。ですね。うん。原稿画もしてみました。何か参考になればいいと思います。もし、質問などありましたら、コメントください。というわけで今日はここまでです。ありがとうございました。